プレミアム B ライフ。プレミアム B ライフ。この番組は水木コミュニケーションの提供でお送りします。皆様こんばんは、金森理香です。こんばんは、マスターこと賛否両論、笠原正弘です。マスター、いよいよ6月入りまして、6月4日です。はい、ありがとうございます。折り返しです。6月ね。はい。水月ですよ。そうですね。で、今日6月4日なんですけど、うん、何の日だと思いますか？虫の日。そうです、そうです。やっぱりわかりますよね。もう、どう考えてもそれかなと思いましたけど。そうですね。うん、爬虫類というか、あの虫と、うん、あと虫物の虫。虫パンの日。虫の日。あ、そっちの虫。そうそうそう。そっちの虫か。いろんな虫の日なんですよ、今日は。で、マスターもまあ、お料理やりますから、虫の日、うん、虫料理虫料理って言われてもやっぱ虫の日って言われるとね、どうしても僕 ね、昆虫をイメージしちゃうからね。虫料理、虫パンとかだから、そうですね、茶碗蒸し、茶碗蒸しとか、マスターのとこもそうですよね、茶碗蒸しとかも。僕は茶碗蒸しが大好きなんで、ね、そうですよね、必ず出ますもんね。まあ、そんなね、6月に入ってちょっとジメジメもしておりますが、はい、例えばマスターにちょっと私も聞きたいんですけど、はい、こういう時期って結構お弁当とかも悩むじゃないですか、うん、暑い時期のお弁当とかって、うん、どういうところに気をつけてます？まあ、この時期はね、一番物が傷みやすい時期ですから、はいはい、例えばまあね、ちゃんと冷めてから詰める。あ、まあ、これはまあいつもね、うんうん、いつでもそうですけどもね、はい、やっぱしこうあったかいまま詰めると中でこう蒸れちゃいますからね、傷みやすくなりますよね、うん、あとはこの時期は僕なんかはね、こう梅干しとかはね、あの防腐作用がありますから、だから昔から梅のおにぎりとかがあるんですよ、はいはい、ご飯炊くときに梅干し一緒に入れて炊いたりとかね、うん、あ、そうすると、それだけでも傷みにくくなりますよ、ご飯が。そうなんですね、うん、あとなるべくね、だしを使わない。あ、だし、だしってほらね、傷みやすいんですよ、実は。あ、そうなんだ、うん、だしっていうのは本当に傷みやすい。え、じゃあ味噌汁とかも傷みやすいんですか？そうですよ、だからもう作ってちょっとほ、ね、そのまま常温で台所のさ、はい、この上に置きっぱなしにしてたら、はい、結構この時期すぐ傷みますよ。あ、そうなんですね。気をつけないと。そうなんだ、うん、だからこの時期はおだしを使わないで、はい、お酒で煮るとかね、もし煮物を作りたかったら、へ、うん、それだけでも近いんですけど。違うんですね、うん、あ、じゃあ汁物も気をつけた方がいいんだ。汁物はもう粗熱が取れたらすぐ冷蔵庫にしまう、それが一番いいですよ。勉強になるな、うん、あとはやっぱりあれですか、ちょっと火を通す揚げた揚げ物とかする方がいいってことですか？まあ、当然火はね、きちんと通さないと、それはもうあのお弁当は一年中そうですレアなものなんて入れた日に危ないですから気をつけてくださいよ、一年中。そうですよね。ただ本当特にこの時期はとにかく出汁ね、僕が気をつけたのは出汁と冷めてから入れる、うん、あと梅とかね、お酢とか、あ、ね、うまく使う、うまく使う、その辺ですね。勉強になります、うん、はい、ちょっと私も味噌汁は早く冷蔵庫にしまいます。うん、危ないですからね。かしこまりました。ということで、じゃあ今週も始めてまいりましょう、はい、よろしくお願いします。はい、今週もね、あのお便りいただいてますのでご紹介させていただきます、はい、ラジオネームミーシャリーさんからです。いいですね、ラジオネームと来ましたね。ラジオネームがちゃんと、そうですね、うん、ラジオネーム、プレミアム B ライフ様へ、マスターさん、金森さん、こんばんは。こんばんは。焼き串用の串のお話、うん、面白かったです。あ、あれですね、串の発注間違えたやつですね。串の在庫たくさんあるんですね、うん、修行中に内緒でアルバイトなさったこともびっくり。マスターさんが決まりをお破りになられるなんて、へえ、そうなんだってお聞きしてましたよ。お仕事お忙しいでしょうが、美味しい魚介類がたくさんある釧路へもお越しください。いつも楽しいお話をありがとうございます。それでは、という質問ではないんですけど感想をいただきました。あ、じゃあ釧路の方です。そうですね、釧路の方ですね。まあ、当然 FM 釧路ですから、ね、そうですね、釧路の方がやっぱ一番多く聞いてるわけですよね。そうですね、行きたいですよ、本当釧路にもね。そうですよね、昔そのテレビのロケとかではね、行くことなんですけど、なんか普通に行きたいですね、本当ですね、のんびりと美味しいものを食べてね、ゆっくりとしに行きたいですよ。はい、私は釧路を案内できると思うので。あ、じゃあちょっとね、だから前から言ってるように、一回釧路で、だからラジオの収録やればいいですよ。そうですよね、これいつも東京で撮ってますからね。そうですね、東京撮ってるんでね、本当 FM 釧路にスタジオに行きたいですよね、はい、じゃあそれを絡めてね、はい、頼みますよ。そうですね、もうちょっとあの世の中落ち着いたら。そうですね、私行きますから、魚介ツアーして、うん、ね、
だったらマスターのトークショーとかやりたいですね、うん、まあやりますよどうせ行ったんならもう仕事してこいっていうのが私のモットーですからね。そうですよね、うん、ちょっといろいろと本当はねちょっともうちょっと前にね、うん、そういうのやりたいねっていう話はちょっと具体的に少し話してたんですけど、まあ世の中がね世の中の調整でねもうちょっとしたらじゃあ行きますよ、うん、もうちょっとで多分皆さんにトークショーをやったらあとはまずサウナに行こうか。そうですね、もうだって温泉だらけだから、いいサウナと温泉に入って、はい、夜はうまい魚で酒を飲んで、よろしくお願いします。そうですね、はい、みんなでちょっと楽しみたいですね。よろしくお願いします、ね、じゃあミーシャリーさんもねその時はぜひトークショーに来てください、ね。はい、そうですね、ぜひぜひ。あとまたミーシャリーさんも焼き鳥の串あげますかプレゼント皆さんに皆さんにね、うん、早いもの順に一人何本欲しいか、ね、早いもの順って何人来たって大丈夫だよ6万4千本ですからそうですね、釧路の人口何人ですかもうちょっといるでしょう。もうちょっといますかさすがにもうちょっといると思いますよ。割と釧路は大きい町だと思う。そうですね、はい、まあでも大丈夫ですよ。大丈夫ですか。もうちょっとやそっとじゃあもうなくなるってことないですからまだしっかり抱えてらっしゃるんですね、はい、わかりました、うん、そうですね。だからまあ最近はマスターも本当にまあ何回も言ってますけど名古屋と金沢ぐらいしか行ってないですもんね、うん、まあ自分のお店はねちょっとどうしても仕事で行かなきゃいけないね、いろいろ打ち合わせとかもねあってね、はい、まあ行ってますけども、あとはもうずっとおうちじゃないか東京にいますからね。そうですよね、うん、今はあれですか、金沢って今旬のものって何なんですか。金沢は、うん、そうですね、まあ夏になるとまあ難しいところだな。夏は夏でまあ美味しいものもいっぱいあるんですけどね、まあ、野菜も美味しいからね。あ、そっか、うん、だから加賀野菜でいうとね、加賀の太きゅうりとかしてます、ヘチマみたいな、あ、はい、きゅうりとかそういうのもありますしね。太きゅうりをどう料理するんですか。だから加賀の太きゅうりは、うん、まあ、生でみんなが食べてるような感じで食べてもいいですけど、うん、煮たりしても美味しいんですよ。きゅうりを、うん、だから本当太くて、はい、なんてイメージで言えば冬瓜わかります。はい、わかります。冬瓜に近いかな、うんうんうん、きゅうりよりはね。じゃあこっちで出てるのもっと地元の方が大きいのかな。なんか、うん、たまに紀伊国屋とかでも売ってるけど、うん、まあでもあんな感じですけど、でも皮むいて種取って煮物にしたりとかね。そうなんだ。ちょっときゅうりの煮物なんて意外ですね、うん、へえ。美味しいですよ、まあ、そこの地元でね楽しいお料理があるから、うん、まあ釧路ももちろんそうですし、東京はねちょっと夏になるとどうなんだろう、少し品薄手薄になります。何がですか。夏になると旬のもの東京だと。いや逆に東京は何でも手に入るじゃないですか。夏は夏で日本料理ってもう名物的なもんいっぱいありますから、か6月になったら鮎が帰ってね、あそうだった、ね、あとアナゴとかウナギとか、あとハモですよ。あ、ハモ、ハモが美味しくなってきますよ、いよいよ、うん、あじゃあそろそろあれですか、鮎マスター、鮎はもう6月になった瞬間からうちはもう焼き物でバンバン使いますしね。そうだ、うん、あそうやって考えるとやっぱり1年ってなんかこう時期に料理がいろいろあって、うん、そうやって考えると早いですね。早いですよね。でマスターのそばは。おそば前からず打ってますよ。あ、打ってます。最近はもうお店でも。最近もまあたまに出したりとかしてますけど、最近ねおかげさまでね忙しくてそのお店が、お店はまあそこまでではないんだけれども、やっぱね、本当毎年同じこと言ってるんですけどね、僕ねこの辺りから忙しいんですよ。あ、そっか。6月ぐらいからなんか、はいはい、もう年末ブードって言ってますもんね。なんかね、まああと引き受けなきゃいいのにね、うんうん、いろんなレシピ本だなんだって引き受け出すと、気づくともう毎日レシピ書いて撮影やってあーそっか。今日だってもうね、今こんなね、リカさんとラジオの収録やってますけど、はい、もう朝からまずテレビ生放送で一発終わらせて帰ってきて、もう一個テレビの撮影やって、はい、でその後レシピ本の打ち合わせやっててもう4つ5つやっつけてますよ仕事を。すごいですよね。ほんとなんかこの時期から毎年バタ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 って忙しくなるんですよ。だから今ちょっとそばの勉強には行け、うん、時間がないってことですね。やっぱある程度あれね、時間が余裕がないとね、はい、できないから、まあ、ね、なるほどね、本業でもう今終われちゃってまあでも本業で忙しいのはいいことですからね。いいことですけどね、まあ、本業でというかそばに打つのも別に仕事ですけれども、またでもあれですか、やっぱり大体秋に向けて本出すことが多いですか。秋がね、まずね、あの料理のレシピ本は1個売れる時期らしいんですよね。やっぱそうなんだ。それに向けてって多いですよね、この時期に。だってなんかいつも言ってますよね、これぐらいから秋に向けてこう出版していくじゃないですか、うん、そう9月10月ぐらいに出したいっていうのがちょうどこの辺り、
行くんですよ、バーッと。なるほどね。やっぱり食材も秋の味覚っていうけど豊富になってきて、作りたいなとか、うん、なんか新しいものやりたいなっていう人が秋に多いってことですね、うん、だいたいレシピ本業界でいうと売れるのは春秋なんです。あ、秋は今言ったように、うん、やっぱし食材が美味しくなってきて、うん、みんなこう食欲の秋っていうぐらいだから、うん、なんかやっぱ作りたくなるんでしょうね、うんうんうん、でまあ料理の本が動くと、うん、でもう一個春はね、うん、新生活を始めた方とか、ね、これから一人暮らしを始めた方とかが料理しなきゃってなってまず売れる時期なんですよ。だちょっとじゃあ4月は少し初心者向けの方が良かったりするんだね。そうね、お弁当の、お弁当の、あるほど、それが売れたりするんですよ。そっか、確かに、うん、新しく作り始める人が多いから、うん、で、あ、なるほどね。だから何でもやっぱりこう繁忙期みたいなのがあるんですね。あ、あります、あります、ね、うん、お店もあります。マスターのところでも結構1年通してじゃないですか。うちはおかげさまでね、うん、そこまでないですけど、昔は飲食店は暇の日鉢って言ってさ、2月8月はね、はい、ちょっとお客さんが減るっていうのがありましたけどね。それはやっぱり1月にお金を使う、まあ、そうね、2月を1月でもみんなほらお正月でさ、うんうん、お金使ったりだとか、うん、散々飲み食いしたからちょっと2月は疲れちゃうっていうの休憩と、あと8月はほら夏休みなんだね、みんなそこで旅行行っちゃったからお金使うでしょ。まあそういうことですよね。そうか、うん、でも本当これは昔のさ、昭和の時代の言葉でもう今当てはまらないんじゃないですか、うん、もう今みんな生活ね、スタイルがすごい変わったじゃないですか。そうですね。あとはクレジットカードとかそういったのが発達してるから、なんかこの月にお金使ったからこっちとかっていうのってあんまりなんかもね、ないくなってきてますよね。最近だと年俸制の会社とか、ね、ああ、そっかそっか、確かによく聞きますよね、外資の人とか、ね、そうですね。だから暇な立派地だなとか言って相変わらず言ってても、う昭和ですよ。もう多分今の若者たちには伝わんないんだよ。そうですね、うん、立派地とか知らないかもしれない、うん、何のことって感じですよね。今日は半ドンだからとかもう言わないでしょ。言わない、俺ら最後の世代じゃないですか、こんなに相変わらず言ってるのは。そう ね、 ね、もう死後ですね。そうですよ。まあでもそうですね、だからやっぱりライフスタイルがいろいろ変わってるので、そうは問屋が下ろさねえでしょとか多分もう今若者言わないでしょ。何言ってんですかみたいな。そうですよね、うん、あれはやっぱりなんか昭和のお父さんとかから来た言葉なんですかね。そうでしょう。段階の世代のお父さんたちから、うん、自分らの親から聞いてた、親世代ですよね、言葉だよ。そうだ、そうね、いっぱいそういうのあったな、うん、まあ今の子たちはもう全然使ってる言葉が違うので分かんないです。何が問屋なんですか、みんなもうアマゾンで買いますよとか言わせてる。そういう時代でしょ。そうですね、確かに私たちなんかネットで注文して翌日に物が来るなんてことは、うん、まるで想像もできなかったですから ね、 ね、うん、下手したら当日来ますからね今ね。そうだよね。そうなんですよ、朝頼めば夕方届くんですよ。すごい時代ですよ、ね、すごい時代だと思います。下手したら近所の出前より早く来るかもしれないですね。昔近所の出前だってね、まだですかって出ましたら、あ、今出ましたって出た親父が持ってきたって感じだよね。今出ましたって自分が持ってきたじゃねえかね、よく。そうですね、しょっちゅうありましたプレミアム B ライブということで、今夜もお届けしてまいりました、はい、ミーシャリさんのようにね、うん、マスターラジオネーム大好きだから。そうですよ、ラジオネームはね、そこで結構センスが出ますからね、お願いします。私はも、前も言ったかもしれないですけど、もともと小学校、ね、中学生の頃にハガキ職人だった頃はデルモンテ笠原って名前でしたからね。そうですね、はい、まあデルモンテなんか時代の象徴な感じがしますけどね。なんかその響きが面白いと思ったんでしょうね。そうですね、それを大人になってから、うん、デルモンテの人に言ったら超喜んでましたよ。笠原さん本当ですかつってケチャップとか送ってくれました。そうですね、うん、でもなんかそういうマスターになんかこう響くものがあると、マスターからあれですよね、うん、いや竹串のプレゼント。そうですよ、竹串プレゼント。そう、面白い方には竹串、そうですね、竹串プレゼントプレゼントしますから。じゃあ、まあ、竹串にサインかけるかな、もう一箱あげる。あ、そっか、そうだね、箱にサインして、箱にサインしていいかも、それ面白いかもしれないです。一箱800本入ってますからね。まあまあもう一般のご家庭でしたらもう一生持ちますよ、それで。そうですね、うん、ぜひ欲しい方、はい、面白い、そうですね、面白いネタじゃないか、ネタねとかラジオネームとか送ってもらえたらと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今夜も金森理香とマスターこと賛否両論笠原正弘でした。ありがとうございました。プレミアム B ライフ、この番組は水木コミュニケーションの提供でお送りしました。
モデル事務所水木コミュニケーションでは、エンターテインメントで人々に感動と笑顔、そして活力をに共感できる方を募集しています。モデル事務所水木コミュニケーションでは、モデル、タレント、俳優を目指しているフレッシュなあなたのご応募をお待ちしています。詳しくは水木コミュニケーションで検索。